めっちゃ鼻伸ばす、そんな意地悪して。おーすごい、めっちゃすごい、頑張れ。おーすごい、そんなに鼻伸びんの、すごい、めっちゃすごい。だね、わあ。はい、ということで始まりました。クールの本題行こうか。はい、おはようございます。おはようございます。ご覧ください、ご覧になってます。見えてます。ゾウさん、今日の目的地はここ、エレフィン何カフェ。ゾウさんと触れ合えるカフェです。はい、はい、今日もバイクでね、街から45分ぐらいかけてきました、うん、昨日と同じやね、なんか山道ちょっとくねくねして、うんうんうん、うん、ちょっとバイクなかったりする人はソンテウバスみたいなのね、乗り合いのやつ貸し切ったり、タクシー貸し切ったりちょしなあかんかもしれへんねんけど、ツアーとかもありそうやしな。うんうん、ありそうありそう。はい、ってことで中に行ってみましょう。ここは、はい、ゾウさんと触れ合い、何、バナナとかを買ってゾウさんに餌をあげて触れ合ったり、あとカフェでね、あらららら、この景色の中ご飯食べたりコーヒー飲んだりできるとのことです。でゾウさんに乗ったりもっと触れ合ったりするのは、まあ、前回タイに来た時に、前々回もそうやけどしてるので、今日は遊ぶことだけしようかなと思います、はい、ね。気持ちいいね、うん、おしゃれおしゃれおしゃれ。おお、もう映えてるわ。ここどこを撮っても絵になりそうじゃない。そうやな、カフェの中を見てみよう。はい、わあ、なんかいい感じだね、綺麗な新しい施設なのか、ね、ぽくない食事もあると、うん、人がいっぱいだな。あ、カフェメニューもあるんだね、うんうんうん、あ、そうなの。飲み物はあそこに書いてる、うん、メニュー見せてもらおうかな。見せてもらう、うん、キュッ、フードメニューはこんな感じ。なるほどね、うん、こういうちょっとしたスナックもあれば、うん、ちゃんとしたご飯もある、チャーハンとかガパオとかポテト、ちょっとそら街で食べるよりは高いけど、うんうんうん、でもあれやな、あのクオリティがまた違うな、その屋台とかとはな。そうね、エビ乗ってるし、エビ乗ってるし、うん、でまあスイーツもあるしドリンクもあるし、スムージーね、ゆっくりできるってことやな、うん、でめっちゃいい景色じゃんな。バンクーバーでこれ、天気もいいし、はい、ちょっと散策する、散策はもうない、うん、これ以上するする、あっち側の景色見に行きたい。じゃあ歩いていこう、うん、ブランコまでありますね。あ、これ2人で乗らなあかん、1人やったらさ、どうやって腕めっちゃ伸ばさなあかんのんちゃん、横にほら乗ってみて乗ってみて。腕さ届く、あ、そんな感じね、本気で漕ごうと思ったらさ。写真用やな、いいですね、映え写真用やね。よし、バナナを買いますか、バナナを、ほんまやね、100バーツ、あ、私のカバンの中やね、100バーツ、
たくん、そのバックパックの中や。何、美味しそうなバナナ探してる？楽しそうだね。オッケー、100バーツです。ゾウさんにバナナを食べてもらいましょう。遊んでもらいましょう。これや。君に決めた。多い、多いやつ選んだな。ちょっとどうやろうな。オッケー。え、めっちゃ赤ちゃんおるやん。え、ほんまや、めっちゃちっちゃい。やば、めっちゃちっちゃい。タック、あの子すごい。前が、あの子もバナナ食べてくれるのかな。やばいやばいやばい、かわいい、ちっちゃい。オッケーオッケー。餌やりは上でって言われたから、ここで写真だけ撮らせてもらおう。わあ、写真っていうか普通に触ってさ、遊んでもらったらいいんじゃない？わあ、めっちゃいい、いいな。オーマイガー、わーお、すごすぎる、めっちゃいい。重たい？そう、いいね。あ、いいですね。めっちゃ、ま、めっちゃ滝つかれてる。いいよ、自由でいいんだよ。あんなに遊んでもらったのに、お礼をしなきゃ。ゾウさんに、あ、行かないで、おいでおいで、あげるからね。あ、たくん全部取られちゃう。オーマイガー、オーマイガー。やばいやばい、わーお、取られちゃう、取られちゃう。めっちゃ吹くよこれ。後で払ってな。背中すごいことになった。うわー、かわいい。口開けて待ってんねん。いいね。美味しいですか？もういらない。わあ。ベイビーにもちっちゃくしたらあげれるんだよな。アピールしたらあげる。あ、やばい。大人たちが大人たち欲しいよな。ちょっと待ってね。あー、かわいい。ちっちゃ。かわいすぎる、やばい。かわいすぎる。めっちゃかわいい。ちっちゃ。えらいな、大人たち我慢して。めっちゃ泣き、やばい。あ、丸飲みしたな。一瞬やん。やんば。じゃあさ、この辺に置いてたらどうなの？めっちゃ鼻伸ばす、そんな意地悪して。おー、すごい、めっちゃすごい、頑張れ。おー、すごい、そんなに鼻伸びんの、すごい、めっちゃすごい。おー、すごい吸引力やね。うわー、すごい。うい、もう一個、もう一個、もう一個ちょうだいよ。やば、いいの？なくなっちゃう？いい？いいよ。怖い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 。逃げてる逃げてる。だってこの子丸飲みすんねんもん。ちょっとずつ食べな、怒られんで。オッケー、ゴン。オッケー、オッケー、わー。
これない。遊んだ証がついてるわ、後ろに。めっちゃ汚い。めっちゃ汚い。白い服は間違ったな。汚れるかなと思ってんけど、まあいいかと思ったけど、こんなにもなんか土っぽいと思わんかった。そうやね。泥っぽいか。大事な服とか着てこない方がいいです。まあいいじゃん。大事な服でもないけど。しょうがないな。はい。楽しかったですか？楽しかったです。めっちゃいい施設やな。みんなめっちゃ率先して写真撮ってくれはるし、ほんまやね、うん、チップチップみたいなの言われへん。言われへん。今までな、ゾウと触れ合った時な、すごいもんね。してないのね、チップチップみたいなの、うん、あるから、うん、まあまあ、その辺は運もあるやろうけど、めっちゃいい、すごくいい施設だと思う。うん、楽しかった。よし、お昼ご飯食べに行きましょう。はい。ちょっと昨日辛いもん食べすぎて胃の中がめっちゃ辛いけど、でもやっぱり食べたいので、今日は辛そう。わからん、並んでるかどうか見てから。そう、うん、行ってみよう。はい。わこのお店は昨日みたいにめちゃめちゃいっぱいとかじゃないけど、まあお昼時っていうのもあってお客さん満席です。やっぱあっちはな、アクセスが良かったからな、昨日のは。スワリストもいっぱいおるやろうし、街に近いもんね。ここはバイクなりなんなりじゃないと来られへんもんな。来れて良かった。楽しみね。めっちゃ食べ比べ、毎日か遅いか、ね、ほんまに毎日食べてる。美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。これが天然カオソイね。揚げ麺がめっちゃ乗ってる。な、うん、キャットのがビッグサイズ。ビッグサイズ。めっちゃいいやん。肉2つ入ってるじゃん。あげようか、1個。大丈夫。探してた川越に近いかも。マジで？昨日のとは全然違う？違う。へぇ、そんなスパイスって感じじゃない。まろやか、クリーミー。なるほどね。めっちゃ辛くもない。うんうんうん。うわー、お肉おいしそうだ。うん、おいしい。クリーミーなの好きな人はこっちの方がいい。へぇ、ちょっとアクセスは大変ですが、タクヤ的に最高ってことね。おいしい。たくん、ココナッツスープ好きやもんな。うん、いただきます。なんかそのエプロンつけてきたみたい。いいの、ちょうだいってよかった。めっちゃ可愛いやん。うん、お肉やばかいね。うん、カオソーイ何回食べても美味しいわ。いけるわ、うん、大好きなバナナの揚げたやつを買いに来ました。なんか有名店らしくて、サイズでお金が違うんやね。バナナとさつまいもがあるっぽいね、多分。まあ、うん？ Thank you。 一番右かもは何なんやろ。ナナ、あは、ナナ、オッケー。ココナッツ&スーパー。わあ、オッケー、オッケー。Thank you。 めっちゃ美味しそう。ココナッツと砂糖と、お米って言うんかった？食べたい気持ちもある。超美味しそう。お腹いっぱいなんだ。そうだよね。とりあえずそれ食べる。お腹がいっぱいやけ。すんねーにお腹いっぱいやな。お財布もらっとくわ。うわ、あったかい。揚げたて、なんか地元の人で並んでるらしいで、いつもほら次々買いに来はるもんね。いただきます。はい。なんか違う道のやつと一緒やな。手の美味しさっていうだけやんな。一緒やけど、うん、前食べたやつはずっとこのまま分厚かった。ああ、ふわふわとかカリカリとかあるんかな。カリカリ、うん、好みかもね。そうね、ふわふわのちょっとパンっぽい生地の方が好きな人はそっちの方がいい。そうね。
これが大好きなアジアのおやつ、フィリピンとかでも道にあんねんけど、めっちゃ好きなんよね。うまい。もっと奥に行っていいのかな。あ、こっちだって。オッケー。わあ、ボコボコ言ってる。開いてんだ。ね、見に行く？やめとく？わあ、すごいすごい、見て、完結点。すごいな。わあ、めっちゃ硫黄の匂いやね。はい、うん。ゆで卵の半分。あ、ほんまや。じゃあここでゆで卵作っていいっていうこと？卵をどっかで手に入れなあかんねんな。お金ないけど。お金がギリギリなんです。今ちょっとエクスチェンジしてきてなくて、私らいつもギリギリやな。うわー、うわ、熱っ。めっちゃ温泉やばいじゃん。これなんだ、めっちゃ熱いんじゃん。ちょっと甘いやつやなあ。わー、かわいい。ということでやってきました。はい、カンカンペンホットスプリング。はい、温泉。ここはチェンマイでも有名な温泉やねんな。チェンマイも温泉結構いっぱいあったよね。でもその中でも一番シティからアクセスが良くて、はい、ここに住んでる日本人はもちろん観光客の人にも人気ということで来てみました。105度やって、源泉105度。わお。それで25で3個入ってる。3個、うん、うずら卵もあるよね。もうどうする。うずら卵じゃなくていい、食べにくいの。じゃあ25飲んでいいか。うん、何分がお好み？俺は、OK。せーので、10分。じゃあ、私だけ引くわ。分かった。なんか10分にし、はい、OK。絶対さ、皮、うん、めくられへん。え、どういうこと？カラオ、8分やったら。いやいや、そんなことないでしょ。か？よーいの。5、4、3、2、1。はい、タックの出来上がり。多分ね、分からんけどね。よし、それを持って足湯に行こう。おい、まあ、どこか殻捨てる場所があんのかな。殻集めてまた捨てたらいいじゃん。もう火通っちゃってんじゃん。とりあえず卵食べようぜ。じゃあいい感じ。めっちゃ気持ちいい。結構暑いな。うん、なんないの。結構暑い。下の方が暑い。ほんまやな。うん、足真っ赤っかになりそう。で、ちょっと卵食べますわ。うん、一番上のは私のやつやね。うん、よし、どうぞ食べてください。なんかマギーのなんか醤油みたいなついてたな。甘い醤油みたいな。おー、いい感じ。10分10分って感じ。わあ、美味しそうです。どうぞどうぞ。卵って美味しいわ、ほんまにな。超美味しい。超美味しいな。そのお醤油が美味しいよ。甘い。それかけたら全部なんかもう東南アジアの味して美味しい。それいいこと。足が真っ赤っかやで、私のほら。めっちゃ熱い。すごい。よいしょ。
やば、俺どうやって食べよう。君全部食べるしか無理やろ。うん、いいじゃん、いいじゃん。いいな、ここ何時までなんやろ。朝から来てご飯食べてみたいな、いい感じやね、うん、お風呂入って、うん、まめっちゃ美味しいやろ。お醤油めっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しいな。めっちゃトロトロする、たっくん。すごいな。めっちゃすごい。今まで入ったさ、うん、トロトロの温泉の中でも結構トロトロじゃない？そうです。なほんまにすごい。こうやるだけでなあ、美容液つけた後みたいな感じやな。すごいすごい。うん、トロトロのお湯。メタ計算豊富なんかな。美人のお湯やね。美人のお湯。うん、集まってきた。めっちゃ熱い。私さっき汗かいたもん。急げ急げ、はい、あと1時間15分でバイクを返さなきゃ間に合うかな。間に合う。まあ行けるよね、バイクやし。足湯してたら日本人のお父さん、はい、話しかけてくれて、うん、奥さんはタイ人やけど日本語喋れるくらい。日本もう何連れ添って35年とか。そうそうそう、喋りすぎて話が盛り上がっちゃってね。近くやから朝に近く、こっから 2時間半ぐらいのところで遊びに来たらいいのにってなったけどね。先行くか、私んち行くかって言ってたけど、ね、無理やった。残念ながらちょっと状況的にバイク返さなあかんし、荷物も現場やし。残念だね。あのこういうのはね、楽しめるのが一番いいかな。本当は遊びに行きたかったね。まあしょうがない。よし、ということで急いで帰りましょう。はい、ただいまです。無事に6時10分前に到着やわ。よかった。いただきます。